おはようございます。おはようございます。もう安藤と申します。はいはい、今日朝からお時間いただきましたので、はいはい、新しい商品として販売することがやっとできましたので、はいはい、今日はごま祭りにお持ちしましたので、よろしくお願いします。はい、もう本当に県の農商工連携とかですね、うん、それから本当にジョフクロードさんを使わせていただいて研究やらせていただいて、その結果をもとにできた、本当にみんなで苦労して作らせていただいた商品ですので、ぜひ、うん、はい。で、今回のこれもいわゆる地駒ですよね。そうです。で、地駒じゃない旅をしてきた駒とはどう違うんですか？はい、まず香り、香りは外国から来たやつの方がいいのをうちは選んでますので、若干香りはしないんですけど、味がやっぱりまろやかで甘くてっていうところが、やっぱり日本のそのおしとやかだなっていうようなところを代表しているような感じはします。で、あとセサミン含量が高いっていうのが一つの理由になってます。はい、そのごまとして果たす機能みたいなやつはより、はい、この方が発揮できるっていう、はい、そうですね。はい、でいろんな人が、はい、その栽培をするにあたっては、はい、協力、ね、はい、してくれてて、はい、いうことで、はい、うん、今その何グループぐらいが作ってるんですか？今農家の方が今年25件ぐらいに増えました。であとは NPO の方で3団体さんが関わっていただいて、うん、栽培だけじゃなくてその研究やりたいっていう団体さんもいらっしゃるので、でそっちはそっちにお願いをして、どれだけこの効率ができるかとか、ごまってそんなに研究されてる植物じゃないんで。ああ、そうなんだ。はい、なんとなく和と感じやね。そう、そうなんですよ。ああ、ね、効率が非常に悪いんで、その辺をやっぱり良くするためにはどうすればいいかとかですね、そういうところをやっていただいて、あとは大学の方で機能性を高めるにはどうすればいいかとかっていうことをやっていただいてます。ね、はい、もともとそのジョフクフロンティアラボも機能性食品の開発というところがね、はい、テーマですから、はい、まさにそういう、ね、はい、そして付けた名前が吉島君、はいはい、もう商標もしっかり取っております、ね、これ今度売っていかなきゃいけないんで、うん、そこをやっぱり佐賀の地元の皆さんと一緒にやりたいっていうことで、うん、このお二方にご協力いただいて、うん、盛り上げていってます、うん、そういえばそのいいものがいいっていうのは何がいいものなんですか？やっぱり国産っていうところに、やっぱりそこが安心が、はいはいはい、あ、はいはいはい、こっちはもうすりごまにしたところですね。これはきんぴらにかけてお食べいただければ、これそれ作ったお菓子、はいはい、この前キットモットハットで行った時にいただいたじゃないですか、はい、あの時のものともう物自体は同じですか？はい、大体同じですね。はい、うん、どんな味なんだろう。食べられやっぱり日本のごまかなって。あ、はい、大振りな味ではないですけど、なんか前こがんやったよ、ごまで懐かしい味がする。さすがサブレも美味しいですよ、すごく。食べ出したら、食べれがね、高尾社長、はい、東京の何ホテルでしたっけ？あ、パークハイアット。パークハイアットで、ものすごく出てるそうです。うん、はい、パークハイアット、新宿にあるパークハイアット、はい、あそこにどこで売ってるんですか？1階と2階、1階かな、ちょっと食べるとこありますよね、軽く食べる、うん、あそこのスペースの中で、うん、置かせていただいてます。これも、その安くはないんですよね。普通の駄菓子みたいな、お菓子みたいな安くはないんですけど、やっぱりいい、美味しいって、いいものがいいっていう方には受けてる、うん、はい、素晴らしい、ではぜひ、多くの人たちのね、手に届いて口に入ることを、はい、期待したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。